どうもね、今日は年の瀬も押し詰まってきたのでお餅をつきたいと思います。まずは一晩漬けておいたもち米をざるにあけて水が切れたらせいろに入れて蒸します。9キロのもち米を約20分ぐらい蒸します。もうちょっとだな。あと10分追加しよう。お、いい感じだな。それでは機械に移してスイッチオン。とりあえず10分つきます。残りをまた蒸します。この餅つき機はタイガーの力自慢、もう20年ちょっと使ってますね。動きが単調のためかまだまだ現役です。もうちょっとかな。こんなもんかな。とりあえず1個目はこれで。袋に入れたらのします。とりあえずなんとか均等にのすことはできました。あと残り2枚。今回のこの袋ちょっと大きかったのかな。のし板からはみ出ちゃったからね、ちょっとやりづらかったんでのし板は使うのやめました。ちなみにこののし板は約60年ぐらい前から使ってる我が家のもう古いのし板です。この伸ばす棒で30年ぐらいかな。もうレトロ感全開です。はい、2個目。2枚目も OK。 やっぱ2枚目の方がね1枚目より上手にできますよね。なんせね餅をつくのは1年ぶりぐらいかな。この餅袋は未使用用で3枚で確か200円ぐらいだったかな。下にリンク貼っときますね。じゃあ最後の1枚どうかな。お、いい感じだね。じゃあちょっと伸ばしていこうかな。OK、無事に9キロつき終わりました。やっぱり1枚目より2枚目、2枚目より3枚目の方が上手にのすことができました。それではお餅を一晩寝かしておきます。一晩経ちました。もうカチカチに固まってますね。それでは切っていこうと思います。これが餅を切る餅切りおまかせカッターです。もう5年ぐらいかな、これ来てからは。無事ね9キロ3枚分つくことができました。これであとみかん買えばいいお正月が迎えられるかな。本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。